いどうも皆さんこんばんはということで、3月の13日土曜日の成長日記クロニクルをやっていこうかなと思うんですけども、今日で最後ですね。成長日記クロニクル、この子たちがね生後60日今日でなったということで、60日経ったらもうハムスターの世界では大人なので、もう成長、これから先ね、たくさんの、いろんな経験をしてこの子たちは成長していくのはもちろん成長していくと思うんですけども、やっぱり生まれてからのその体の成長、赤ちゃんから子供になって子供から大人になるっていうその成長は、今日で、一区切り、つけようかなと思っていまして、なので、成長日記クロニクルは今日で終わろうかなと思います。さあではやっていきましょう。今日はね、ゼロの床材を使ってちょっと遊びながら60日間毎日頑張って、撮影をさせてくれたハムスターたちにですね、ちょっと感謝の気持ちを込めて掃除をしていこうかなと思います。はい、ではやっていきましょう。まずはオッティですね。ハムスターって野生の中では土の中で暮らしているので、野生にはもういないって言われてるんですけどね、なのでこうして床材をたくさん敷いてあげて土の中の餌を探したりとかして遊んだりできるようにちょっと今日はしてあげました。そう、ほらこうして探してるでしょ。これも一種の菜食エンリッチメントですね。さあ終わっちゃいましたね、成長日記クロニクル。ちょっと寂しいのよ。不思議なもんで、この子たちがここまで大きくなって、なんか一区切りシリーズが終わるっていうのは僕の中でもちょっと寂しいものがありまして、また新しくねいろんなことをやっていくと思うんですけど、こうしてね餌を自分で探したりとかできるようになるまでこの子たちは成長したわけですよ。最初ねクリスマスイブでちょっと画像と関係ない、画像というか映像と関係ないことちょっと今日は喋っちゃうかもしれないんですけども、あおってよかったね、見つかったね。落ち着きすぎでしょそこで。もうこのままにしてあげてもいいかなと思うぐらいオッティはちょっと落ち着いてましたね。そうで、クリスマスイブだっけ、イブの日に、福くんとお肉食べたね、福くんとハム子が、仲良しをしまして、でそこから年を越してこの子たち本当に子供できてるかななんてちょっと不安に思いながら、これがもち子ですね。僕も過ごしてたわけなんですけど、そこから1月の最初の方にハム子のお腹がね、大きくなってきてるのがもう本当に見るからに分かるようになって、妊娠の後期ぐらいの時かな、で1月の10日に生まれたわけなんですよこの子たちが。いろんなことがあって、そのね全部の、様子はちょっと総集編にして、これきなこね。途中で映像も撮ったりとかちょっといろいろ伝えたいこと言ったりとかして、ちょっといろいろね今日はちょっと申し訳ないんですけども、総集編にして出そうと思ってます。福くんとハム子の今話してたその出会いのところから今日に至るまでのこの子たちの全ての様子を、今までね毎日毎日皆さんが、お付き合いいただいて、映像を一緒に楽しんできてくれたと思うんですけども、最後にその映像僕一生懸命これから、編集するんで、ちょっと何日後かになっちゃうと思うんですけど、
一緒に楽しみましょう。この子たちの成長をもう本当に一本の動画にまとめてブワーって見れるように、10分ぐらいでまとめたいね。10分もしくは15分ぐらいでまとめて、一緒に皆さんと楽しんでいけたらいいなと思ってますので、まだだから成長日記クロニクルは最後本当の意味で言うと終わってはいないですね。はい、その時の総集編の動画で一緒にこの子たちの成長を見ながら楽しみましょう。うん、そう、本当に成長したからね。一匹のハムスターが、赤ちゃんから、子供に経て大人になるまでっていうのを皆さんとこうして毎日ね動画を共有できたわけですから、それは嬉しいことだよねそう、ね、あ、そうそう、これね全部掃除して、し終わった後かな、ハムコも頑張ったよね本当に。初めての出産で、まあもうハムコはおそらく子供を作るっていうことはないと思うので、そう、一生懸命頑張ってくれましたね。子育てとか頑張ってたもんね本当に、まあそれをね本当に、最後まで見てくださった方もいてくれると僕は信じてるし、いつもコメントをくださったりとか、ね、見てくださったりする方に本当に感謝しかなくて、僕もねその見てくださる方がいるので動画作りを頑張れるわけですよ、で毎日高評価をしてくださる方もいて、やっぱりそういった数が、少しでも目に見えて増えてたりとかすると、僕は本当にやっぱりね、あのね毎日全部チェックしてるんですよ。それが本当に嬉しくてね、やる気につながるんですよ。そうだから本当に、毎日ありがとうございましたまあこれからも僕の動画は、まあ、普通にまあ毎日投稿 しますって、まあ、公言してるわけではないので、毎日、絶対出すっていうわけではないんですけど、頑張って動画、楽しい動画とか、ためになる、ためになるっていうとまああれですけど、まあ、一生懸命ねその商品紹介したりとか、いろんな可愛い動画とかね、皆さんに誠心誠意お届けしようと思っていますので、もしよかったらまたこれからも、支えてもらえたら嬉しいなと思います。でハムスターを好きで、僕のチャンネルを登録してくださった方も多いと思うんですよ。このキングムハムスターの子たちをね、でもミミコのことも好きになってほしいななんて思ったりとかしてね、やっぱりあの生き物好きな人ってどんな生き物でも好きだと思うので、まあ暇な時にポチッと見てもらえたりとかしたら嬉しいなと思います。では最後にオッティでお別れしましょう。本当に最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。総集編お楽しみにということで、ではまたありがとうございました。